氷川清の歌に宿るジャンルレスな個性、限界突破かけるサバイバーだけじゃないタイアップ曲の幅広さ。氷川清が8月17日、東京ガーデンシアターで、清氷川プラス・キーナ、25th a n n i v e r コンサートツアー、キーズナンと題したライブを行い、歌手活動を再開。デビュー25周年イヤーを盛り上げるべく、 各地でのスペシャルディナーショーや全国4カ所の劇場で、氷川きよし25周年記念劇場コンサートツアー絆の開催がすでにアナウンスされている。画像、氷川きよしプライベートスタイルでアメリカ各地を満喫、お肌つやつや、笑顔炸裂だな。中でも注目したいのは、騎士団万博2024の新、騎士団万博、 サポーティットバイオールフリーへの出演だ。騎士団万博は、綾野の工賞のアンテナの鋭せ多彩なジャンルの出演者が集まるが、今幹はロックフェスとしてのスタイルを貫いているからこそ、ひかわきよしのロックが見られるステージになるのではなかろうか。とりわけ、ロックチューン、限界突破×サバイバー2017年、フジテレビ系アニメ、ドラゴンボール帳、 オープニングテーマは、氷川の活動のターニングポイントだと言えるだろう。同曲のリリースは、それまでの氷川清のイメージをガラリと変えるほどの強烈なインパクトを世間に与えた。人気アニメのタイアップ曲ということもあり、リスナーの層も拡大した。そこで本校では、氷川清のタイアップ曲をピックアップしながら、そのジャンルの受け皿の広さ、さらにボーカリスト、 氷川きよしの魅力に迫っていきたい。限界突破かけるサバイバー。まずは、戦術の限界突破かけるサバイバーに詳しく触れる。ギターフレーズで聴かせるイントロから始まり、ハードロックの面向きを感じさせるスピードチューン。氷川はこの曲を、いい意味で、肩の力を抜いて歌っているように感じる。氷川の歌のスキル、レンジの広さを思えば、 軽々歌うことができるのは当然なのだが、ボーカルアプローチは全体を通してかなりストレート。フレーズごとのトーンも音符にクレッシェンドをかけることなく最初からスパーンと全開にし、ビブラートもほとんどかけていない。感想では、ギターに高音するかのような高音で音階を変えるロングトーンを見せるが、最後をあまり伸ばさずスッと弾くなど、この曲をしっかり解釈して、 的確なアプローチをしていることがわかる。一定して安定した声量と音程をキープしながら、発音で強弱をつけているのも聞きどころだ。可能性の英語にも通ずる発音、即音のシーンや、の発音のバリエーションなど、ボーカリゼーションの上手が随所に見られる。演歌や歌謡曲とは異なるリズム感が必要になる曲だが、氷川はジャストリズムで歌い。 曲の勢いを増加させているあたりもお見事だ。Believe, 諦めないで、未来。次に取り上げるのは、映画、ウルトラマンメビウスウルトラ兄弟2006年で、氷川が清名義で歌唱した主題歌、挿入歌だ。挿入歌の Believe, 諦めないでは、流麗なストリングスとエアグリーンなメロディーが印象的なミディアムチューン。ここで注目したいのは、 氷川の発音の上手さである。特別に声を張って歌っているわけではないのに、しっかりと単語レベルで歌詞がクリアにわかるのは、氷川の魅力の一つである発音の良さがあってこそだ。言葉をはっきり伝えようと滑舌を意識した場合、子音の発音に重きを置いた歌唱になりがちだが、氷川の発音には子音を強く発している印象がない。 相当なスキルがあるからこそ成り立つアプローチを軽々とやってのけている。キュアさも内包したグッドメロディーを生かしながら、言葉と言葉の間をあまり開けない歌い方を駆使して、ミディアムバラードの優雅な流れにとてもうまく寄り添っている。もう一曲の主題歌、未来は、音数の少ないイントロからすぐ氷川の歌に入る。歌い出しも最小限のバックトラックで、 弾き語りに近いようなスタイルだ。しかも、歌うには難しいとされる、イダンと、ンが入っている歌詞、銀河の果てから歌い出す。この銀河を氷川は、ギ、イン、ガと発音し、加えて、んの前の母音である、いにしゃくるような節をつけ、力強さを加えている。母音のロングトーンでも、途中で喉を開いて小アネを変え、 すぐ元に戻すなどのスキルを見せている。存分な声量を生かしたトーンにより、ヒーロー作品主題歌の王道とも言えそうな軽快なメロディーを持つ未来の力強さを後押ししている。見えんけれどもおるんだよ。続いてテレビアニメ、ゲゲゲの鬼太郎2018年から2020年、フジテレビ系にて、第27、第37話のエンディングテーマとなった、 見えんけれどもおるんだよ。について触れていきたい。軽快なアップチューンだが、途中で BPM が変わるカオスな一曲でもある。演歌や昭和歌謡を彷彿とさせるメロディラインのバックに流れるのは、おしゃれなジャズピアノ、かと思えばシャミセン、かと思えばゴージャスなホーンセクションだったりと、まさに音楽の百鬼夜行状態。バックサウンドの音数の差し引きも大胆で、 目まぐるしくいろいろな要素が展開するスリリングな曲だ。この中で、氷川は見えんけれどもおるんだよ、という同じメロディーの繰り返しを通して鮮やかにオクターブを変えて歌うスキルを見せ、低音部分で楽曲にダークな趣きを添えている。次にピックアップするのは映画、老後の資金がありません。2021年の主題歌、ハッピー。 ラテンのフレーバーを取り入れた、ゴージャスなホーンアレンジが印象的な爽快でブライトなアップチューンだ。この曲で氷川は、ヘイメロの母音で少しだけビブラートをかけるように声を揺らすアプローチを見せる。対照的に、サビはかなりストレートなアプローチで、高音を非常にクリアに響かせている。アドリブっぽい、イエーイの掛け声では、ソウルシンガーのようなノリも出しており、 ジャンルを飛び越えたシームレスな歌い手であることがわかる。来名